私には人に見えないものが見えた。家族で私だけ生き残ってから、私だけが見える死の風景、唐突に訪れる死の匂い。いつも死がそばにあった。だから私には行くべき場所は分かっていた。私はいつもここに立っている。あと一歩踏み出すかどうか迷い続けている。開きます。深山に黒き沢ありにし、あるいはこの世の場所にはあらぬ。
Thank you.
生き写しの絵を作る機械をお持ちとか、その者の心までも描いていただける素晴らしい絵になると聞きました。明日はお祭りだね。このままずっとここに隠れていようか。先生、行くのですね。探しているものは書斎の奥に。先生、行ってしまうのですね。
かないで、もう置いていかないで。私には何もない、何もないの。お母さん、ここでは幽魂の儀式が行われていた。それは死者と生者を一つにする儀式。弔い写真はかつてのエマの顔、まれびとはこの弔い写真を見て惹かれた巫女と契りを結び、そして同じ箱へと入れられる。巫女たちはずっと待っている。
お待ちしていました。私のもとへ来てくれるのですね。私はもうすぐ溶ける。溶ける。いらっしゃいました。麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。ちぎりの相手はもう決まっておりましょうな。Thank you.
してくれた。一緒に終わってくれますか。もう一度会いたかった。会えないと思っていた。私と終わってくれるのですね。あなたと終わるためにここに来た。好きだ。心を読めばそんなことはわかる。でも言ってほしかった。共に生きたかった。それが私の本当の望み。言いたかった。やっと言えた。これでもう。私は兄さんを救いたかった。取り戻したかった。いえ、あの頃に戻りたかったのかも。
戻ったまま時間を止めてしまいたかった。私には隔離世に行ってまで結ばれたい人はいない。お母さんにはお父さんがいる。でも私にはいない。誰も。ずっとどうしてと思っていた。でも、もういい。いいの。行かないで、お願い。ええ、どこにも行かないわ。Thank you.
あなたはここへやってきた。黒木沢に。もう迷わなくてもいい。黄泉へ落ちましょう。私がついえる前に。再び黄泉があふれる前に。Thank you.
私も行きます。柱として闇の中を永遠に落ち続ける。それが私の役目。あの言葉は私には強すぎた。あの言葉は呪いです。あの人と共に死ぬのではなく共に生きたかった。ようやく呪いが解けた気がする。だから私だけで行きます。流れの果てに。あなたが私を看取ってくれた。あなたに最後の感情を託せた。あなたに会えてよかった。
まだ寝てろ。もう少し休んだ方がいい。なんだよ、どこにも行かないって。信用ないな。